宝来園屋。宝来園屋は、島根県松江市で10年に一度開催される、城山稲荷神社式年神仰祭の祭事。漢字では、宝エ園渡るあるいは、豊から江坂へ渡るの字を当てる。城山稲荷神社のご神体を乗せた船団が、大橋川から大川を通って、あたかよる神社に渡ると御祭、あたかよる神社において、開天魔法能などが行われる、中日祭。 再びご神体を乗せた船団が、上マイナリ神社に帰る、寒魚祭の三つの祭礼から構成される。開天魔戦での開天魔踊りは、松江シ指テム系民族文化財に指定されている。大阪天満宮の天神祭り、五福島神社の還元祭とともに、日本産、大船神事の一つとされる。次回は、令和11年に開催される予定。 慶安元年にズモ国で大規模な共作となったことを受けて、当時の松江藩主の松平直政が、上山稲荷神社のご神体を船に乗せて、あたかよる神社まで運び、ご国宝上を祈願する祭礼を行ったのが、起源とされる。当初は10年周期で行われ、途中で12年周期に変わった。これは、数えで12年で、現代的には11年ごとであった。 不況や戦争などで周期通りに取り行われないことも多く、正確な回数は不明である。2009年に行われた放乱園屋は、2007年から2011年にかけて松江市で開催された松江海府400年祭のメインイベントの一つとなっていた。2010年に関係者が協議し、開催周期を当初の10年周期に戻すことを決定した。 2012年10月28日、松江放乱園や伝承館が開館。記録が残る明治以降開催年の5月中旬頃から9日間で、取り行われる。期間中には、東御祭、中日祭、寒御祭の3つの祭礼が行われる。東御祭上山舞な神社で、宮出しが行われ、御神体が新予選に乗せられた後に、船の一団が出港し、大橋川を加工して、 あたかよる神社へ向かう。豪華絢爛に飾られた回転魔戦の上では派手な衣装とメイクの踊り手が回転魔踊りを披露する。中日祭後神体が到着した翌日から7日間の祈祷が行われるが、その中日にあたかよる神社の境内で回転魔踊りが奉納される。環魚祭七日間の祈祷が終了した翌日に、と魚祭とは逆の経路で城山前なり神社まで、 御身体が運ばれ、到着後に、回転魔踊りが奉納されたて、祭礼の幕が降りる。回転魔船を参照放乱園屋の回転魔船には、地区ごとに一番船から五番船までがある。この他に、新予船をはじめ、複数の神儀船、新能船、かぐ船など、百隻以上の船が船団を構成する。先頭から、大海崎福富大井や田馬方の順となっている。 5番線の大海崎地区は、戦闘線の旗を掲げている。山陰中央信仰者放乱園や優秀の、埋葬観観魚祭18万人に酔う、大道祭り .com2009 今年応援する、日本の祭り27松江城山稲荷神社、式年新仰祭放乱園や松江の船神事、放乱園や開催周期10年に短縮、日本経済新聞。ありがとうございます。